第24回兵庫チャンピオンシップが終了しました。この後は最終レースです。まずは兵庫チャンピオンシップを振り返ります。キエフの宮崎渡さんです。伊藤も強いキエフでしたね。強いと思います。お知らせが入ります。ファンの皆様にお願いいたします。サマー競馬開催日は最終レース前に中央入場門を閉門し、西側バス乗り場前の門を開門いたします。お帰りの際は西側出口と東出口の2カ所をご利用ください。また夜間のため近隣の住宅街の通行は控え、佐野田駅までは缶バスをご利用くださいますようお願いいたします。兵庫チャンピオンシップが終了しています。天気予報宮崎渡さんと振り返っていきます。人の強い内容でした。圧巻でしたね。頑張ってたね。見てる感じでは直接多かったもちろん立ち上げるだけだと思うんですけど、ね、僕はとか神奈川県の人気のことだと思います。なりました。安城の竹井隆史は今日のダートゲート11勝目すごいですね。さすがですね。チャンピオンシップは4勝目ということになりました。 JBC クラシックもこの前半の話に勝っているので、ね、そうですね。ちょっと私の皆さんがね、半分を詰めかけるのですごい動きでしたね。そうですね。そして管理する牧野さんでした。これがダートゲート初勝利そうですね。先ほどの牧野さんがこのボールを初勝利したわー。そして2作目は、クリームがめちゃくちゃ嬉しかった。初勝利したね。今8勝来ましたね。そうですね。中央勢が4着まで締めて、そしてピラチャーそのたらも5着と頑張りましたね。勝負ゴールで3着あるのかなと思いましたけどね。それもよく踏ん張りましたよね。はい、最後ちょうど1人がね、これ行われたというところになります。まあ、このポートローがロボタイプさんというのはピラチャーそのたらと同じお父さんと。そうですね。まあ、ロボタイプの方が上がっているという話も聞きましたし、これでどこまでね、すごくあるところだと思うのでダークのトップクラスは、はい、今週アメリカで走りましたし、ね、中央のダートボーン路線がね、もうすごいことになってますので、ね、それに1号をね、付けていったところですよね。はい、1870m で行われる、まあ、最後のレースはどのような勝利かというのがありました。来年から 1400m がありますので、ぜひともご覧いただきたいと思います。では最終レースのパドックです。最終レース、早速1頭ずつ宮崎さんに見ていただきます。アマリリース賞、アマリリース賞ですね。シーバー1頭1400円、予選メンバー11頭です。早速1頭ずつお願いいたします。1番のヨッシャー、こちら前走からマイナス1キロ、いかがでしょうか。そうですね、前走が、まあ、前が楽な展開の中を追い込んできたのはあるんですけども、小頭数でしたからね、どこまで当てになるかというところがあると思います。2番のアポロファントムです。いかがでしょうか。そうですね、前回なかなかいい足を使えていましたし、まあ、その時から雰囲気も変わってきてますからね。例えば展開でしょう。3番リナルド、前走 C1 に組戦2着でした。そうですね、上りが、ね、そんなに高くなかったのはあるんですけど、ただこの馬に関してはね、勝負どころで前が詰まっているという感じでもったいなかったですからね。巻き返しは丁寧に行くと思います。4番のラー、今回叩き3走目です。前回はトライドオーマイのパッティングを使ってトップかけられる感じがありましたから、3号外も見ていいと思いますし、雰囲気的にはね、ジャブルによくはなってるんですけど、1点までどうでしょうか。はい、5番のホスキアーボ、前走1組戦は2着でした。なかなかのレースぶりは見せましたし、まあ、400キロの馬台が持ってきたっていうのもいい記録だと思います。6番サトノクリエール、前走逃げる競馬で2着でした。そうですね、またまた2年までは見れたんですけどね、雰囲気自体はそういうことがありなくてますからね。またちょっと甘さがあるにしまったので、その辺りはどうでしょう。7番ゲイシングラス、前走最高峰から追い込んでの勝利でした。結構助けもあったと思うんですけどもね、勝負ところからの足取り上げらしいものを下げるようになりましたからね。引き続き雰囲気も変わるところだと思いますし、同じような感じになっていればと思いますね。8番ノルバンスカイ、前走1組戦は7着でした。そうね、直線がちょっと乗っ切れなかったところが気にはなるんですけども、また行ってでもね、決して悪い感じはないですから、この中に入るのもいいかなと思います。9番のエンシングリュック、
前走逃げ切り勝ちでした。前走の内容良かったですしね、馬体の雰囲気もいいですからね。あとは57キロだけでしょう。10番のボブテイル、前走1組戦3着でした。フリーが2回頃よく伸びてましたからね、今回は展開して使っていったと思います。11番のビッグウェーブ、前走1組戦が9着でした。前走の見どころなかったですからね。これもどうでしょう。メンバー11と宮城さんに来ていただきました。ソーラーキング選手10レース7レース賞です。では印をお願いします。はい、日本でヒューマンのエシングリッド、はい、対抗が5番のコスキュアーノ、はい、3番手が7番のエシングラス、4番手が6番のソトモフィエール、5番手が当番のフルテイル、6番手が3番のビナルドですね。はい、印は9番、5番、7番、6番、10番、3番の順で選んでいただきました。まず本命エイシングリップ、前走強い内容でした。そうですね、やっぱ57キロだけだと思うし、中間も強調ですね。はい、対抗5番のトスキアーボ、こちら前走2着でした。今回もうちに戻り込むから十分にやれると思います。はい、で3番手が7番のエイシングラス、前走 C 番勝ちです。今日の馬場だったら展開もまとめかしかないですね。二乗三角6番のサトノクリエール、こちら前走は逃げる気が1着でした。前走の形になれば面白いと思うんですけど、なんか奥山印象あったのでその辺りはどうでしょうか。はい、白三角10番のボブテイル3着続きです。そうですね、エイシングラスがこういう展開なら一緒に来てもおかしくないですね。はい、3番リナルドが最後の評価です。そうですね、あの前回前詰まってましたし、見直せる評価ですね。はい、最終です。宮崎さんは9番、5番、7番、6番、10番、3番の順でこの後で表彰式のインタビューもあるので、引き足で、そうですね、お伝えになりました。そのぐらいの方もおされますか。ポジションブループから楽しみを楽しみです。で、日中心に行くことになりますね。そうですね、はい、最終レース、これで近い近くの場でご参加になりました。では簡単に現在の印象を見ていきます。単勝1番人気9番エイシングリップ 1.8 倍、2番人気10番ボブテイル 4.7 倍、6番サトノプリエールが5倍ちょうど、7番のエイシングラスが11倍で続いております。エイシングリップの単勝1倍だということで桁人気になっております。さあ、もう間もなくね、滝豊騎手の方に行ってやれるということです。ご注目さんにお願いします。では、うん、レース先ほどはね振り返ってみたいと思います。兵庫チャンピオンシップはどの圧巻の競馬で強い内容でしたね。そうですね、まあ、名称オーロラがね、そこから顔せに行った時に、うん、多分そうするだろうなといった感じでしたのでね、はい、ちょっとそこでちょっと取り払ったんですけど、うん、結構突き分けみたいな感じになっちゃったんですけどね、はい、まあ、水戸の強さだけが目立ったような感じでしたね。ね、ちょっとこの勝ち方するとこの先がね楽しみですよね。そうですね、まあ、海外に行ってる馬とか、はい、あとはその辺りとの対戦が、うん、早く見たいですね。ねとなるとジャパンダートタイプだったんですかね。うん、かなと思いますし、うん、もしくは大井の JBC、あ、JBC、うん、年末のチャンピオンズカップ、はい、あたりのコマとの対戦とかも ね、楽しみになってきましたね。まあ、過去にはパパノリッキー、まあ、ケイティ・ブレイ、さらにクリソベルとね、スターボスデターケースでありますけども、はい、まあ、なんかもう本当にスター性秘めたすごい馬ですよね。そうですね、実装はどのレースを使うのか、うんうん、そこまでダメージ、まあ、イメージはまだ分からないですけど、はい、なさそうな雰囲気があるので、ね、うん、このあたり、次あたり、うん、どういうパフォーマンスをしてくれるのか、ただね、2着以降、キリンジもね、なかなかいやしい見せてましたし、ね、サンライズジークもね、内容良かったですから、ね、名称のような決して悲観する内容ではなかったですし、なんといってもペダジオ・ソノダラボもね、一瞬には3着ぐらいあるのかなと、思うぐらいの競馬でちょっと興奮したんですけどね。もうこのまま実はね、この際順調なら兵庫ダービーですし、そうですね、そのあたりでね、スイートも再生もありますからね、はい、そのあたり実装も楽しみにできましたよね。はい、まあ、4着までが GA レースを締めて、5着が地元だった話がそのあたり入ったという今日のチャンピオンシップでした。まあ、武豊騎手が兵庫のハードグレード重賞が11勝目ということになりました。この兵庫チャンピオンシップが10年ぶりの勝利、今回ゴールデンチケットというのをね、勝利したという懐かしいですね。懐かしいですね。そうですね。はい、その前が2008年のマインオリバー、2003年のビッグウィルフというので勝っている。そうですね。ね、このレースは4勝目。で、あの今日ゴールドローが3勝、さらにジュニアグランプリも3勝してますのでね、これで11勝目。で、JBC も勝ってますのでね、はい、今日の勝11勝目ということになりました。もうファンの皆様インタビュー
まだかなって感じで待ってる、ね、拍手してますよね。表彰式がね、この登場行われてるはいですからね、ね、もうざわざわ感がすごいですよね。はい、さあ、もうまもなくね、竹井隆さんとね、ありがとうございます。もしばらくお待ちください。今、表彰中だ。そうですよね。もしばらくお待ちください。で、こちら、スロナー競馬場では、明日もね、重賞レースがね、ありますので、はい、今日も大賞典。そしたらキードリーム登場ということでね、ちょっと新入の直前上での回避がね、ちょっと残念ではあるんですけども、まあ、ラッキードリーム、はい、でそれをに、あの、まあね、一瞬報いようというのも、まあ、いますからね、そのタイだと思いますし、かなり、あの、白熱した一戦だと思いますので、ね、明日もぜひ、はい、ね、そうなるように、ね、ご覧いただきたいなと思います。そうですね、明日もね、兵庫大臣もありますので、ぜひとも、こちら、相談競馬場本庁で、相談あとはね、船橋の柏木にも、あ、そうですね、はい、はい、出走しますので、うん、その、まあ、ご協力のね、うん、あの、応援だけ、うん、買っていただきたいなと思います。そうですね、イグナイターバス5月4日、柏木記念、出走ということで、笹川翼騎手とのコンプということですね。そうですね、はい、明日の柏木記念は、船橋の11:08、夜の8時5分のスタートよろしくお願いします。でこちらの園田の兵庫大賞で楽しんでいただいて、その後柏木記念をね、そうですね、として楽しんでいただきたいと思います。さあ今停止命令がかかりまして、これから本馬場入場ということになるようです。宮垣さんの最終レースの終始をおさらいしておきます。9番、5番、7番、6番、10番、3番の順で挙げていただきました。さあもうほぼよくね、竹井貴子記者のインタビューがね、聞かれると思います。もうしばらくお待ちください。今東京の最終レースメンバーがこれから本場へと向かっていくというところです。まだまだ、ね、時間があるということですので、この先も、ね、お知らせをしたいと思います。それだけ言えば明日も、11時45分開門となっております。そして明後日が成田競馬ということで1時45分の開門となります。ご注意ください。残り2日間、ね、ゴールデンウィークがありますので、ぜひお楽しみいただきたいと思います。そして明日からね、うん、浜田運機種が、そうですね、期間限定記事を開始しますからね、はい、そこの応援もよろしくお願いします。はい、浜田運機種が明日から7月の28日まで、ね、期間限定行いますので、ご注目いただきたいと思います。新しい球種の注目ということで、ね、そうですね、魅力感も乗ってますからね。そうですね、期待したいですね。3キロ点ですからね、はい、かなり、ね、魅力ありますよね。はい、はい、そのだけ言えば明日、明後日も開催ございますので、ご期待ください。そのサマーキーバが今週からスタートということで、通常より2時間ほど時間を繰り下げてレースを実施しております。そのだけ今後もお楽しみください。さあインタビューはね、表情を取るかと思うんですね。ちょっと表情がね、結構ね、そうだからね、なんか僕もなんか燃え尽きた感がそうですねあるので、はい、始まらない。そうですね、結構、まあ、こっちも終わっても別に問題ないと思うんですけどね、はい、結構ファンの方もね、滝豊氏のねコメント聞きたいので、もうかなり待ってる感じがしますからね。そうですね、はい、はい、はい、今ちょうどね最終ですね、入場ということになります。まあ、この後ねインタビューね、行われていますので、ご視聴お待ちいただきたいと思います。最終12月のアマリネス賞、ちょっと今日ね言えてないですね。言えてないですね、はい、素晴らしいです。アマリネス賞はこの後6時30分の発送予定となっております。ちょっとね、私も燃え尽きた感じになりましてね、関西がカミカミというような状態になってもらいますが、はい、大丈夫です。また本番入場、滝井貴子記者もこの後インタビューですね、皆さんどうぞご視聴いただきたいと思います。後半戦、ここまで競馬ブックの宮垣雅美さんとお届けしてまいりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。インタビューを行います。見事水戸の王で兵庫チャンピオンシップを制しました竹井豊騎手です。おめでとうございます。どうもありがとうございます。6馬身差、強かったですね。はい、本当に強いレースでした。レース前はどんなことに気をつけながら考えながら乗ったんですか？そうですね、初めて、本当に今日パドックで乗ったのが初めてだったんですけど、まあ、スタートも、まあ、5分には出したいと思ってましたし、あとはペースを間違えないようにと思ってました。はい、レース前のこの馬の印象と、そして乗った時の感触というのは違いどうでしたか？今まで見てたレースも本当に強かったので、今日はチャンスと思って、その場に来ましたし、いい馬に、依頼をいただいて、それに応えたいという気持ちは強かったです。気をつけたスタート、実際にはどうだったんですか？
まあ、普通ぐらいには出れたので、そうですね、あとは、まあ、小回りが初めてだったので、その辺大きい馬なので、まあそうですね、そのステップを間違えないように、そこは気をつけたのです。そんな中でもう道中は後続を3馬身ぐらい離す時になりました。どんな風に感想を言いながら走ってたんですか？そうですね、とても馬が気分、気持ちよさそうに走ってくれてたので、無理に抑えず、馬の、リズムに合わせる形で、乗ってました。これはもういけるなと感じたのはどうなったでしょうか？いや、ずっと雰囲気は良くて、後ろも、距離あるのも分かってたので、最後の直線抜いて、そうですね、手応えと後ろの距離で大丈夫かなと思います。たくさんの名馬にまたがっていただけるような種、この6馬身差、この馬の将来性いかがでしょうか？いや、本当に素質はすごくあると思いますし、まだまだ良くなりそうな馬なので、見た目もすごく馬体もかっこいい馬で、乗ってても乗り味のいい馬なので、今後楽しみですね。この馬のいいところ、初コンビでしたけど、どんなところを感じられました？フットワークはとても綺麗で、バランスのいい走りをして、心臓も強そうなので、本当に今のところこのまま成長してくれれば、もっと大きいところも狙える馬じゃないかなと思います。武豊騎手にとって兵庫のダートグレード11勝目、このチャンピオンシップ4勝目になりました。久々のこのソロダの私はいかがですか？そうですね、ちょっと久しぶりだなと、思いました。何度経ってもいいもんですね。ファンの方もたくさん集まってくださってます。はい、本当に今日はたくさんの方が来てくださったので、我々関係者も本当に嬉しいですし、それに応えるいいレースをしようと思ってたので、ジョッキー全員そうですけど、いいレースできたんじゃないかなと思います。それも元のファンの皆さんにお願いします。はい、明日の柏記念僕は乗ってないんですけど、明日もいいレースありますし、週末はまた JRA で、NHK もありますので、今日の2着の馬のオーナーの馬がトライスなので、そこで返したいなと思います。はい、見事2頭の馬を連勝しました武豊騎手でした。今一度大きな注目でください。おめでとうございました。ありがとうございました。